皆さん、おはよう。今回ちょっと真面目な話なんですけど、僕はとある YouTuber さんに、電話でちょっと謝罪したっていう話なんですよね。で、その相手様は僕が一方的に動画で扱っていてネタにしてました。で、その相手方の人は僕の名前とか僕のことを一切言わなかったんですよね。僕だって特定されるような言い方で、僕のことどうこうとか、名前も出してないって感じで、簡単に言うと、ガン無視みたいな感じかな。でも僕はその相手のことを、ちょいちょいネタにしていじってたんですよね。それもね、相手のことが嫌いとか、不快だからとかではなく、個性的な人だから、で、ユニークだし、矛盾してるところとか、突っ込みどころが、多いから、ネタにしてたんですよね。でも、僕の方がその相手に対してふって思ったんですよね。僕は散々相手を茶化してきた、いじってきた、ネタにした、バカにした。でも相手は僕に対して何も言ってないんですよね。で、負い目を感じたですね。罪悪感を感じた。で、人を通じて、その人と連絡する手段を考えて、教えてもらったりとかして、で、最終的にね、その人とその電話をするってことが可能になって、電話したんですよね。そしたら、電話出てくれて、ラファエル社会問題という YouTube 活動をしているもんなんですけどって言ったら、ああ、みたいな感じだったんですよね。それで今回ちょっと電話した理由は、やっぱあなた様を僕が動画でたくさんちょっといじってしまって、小バカにしてしまったから、でもあなたの方は僕に対して何も言い返してないから、ちょっと罪悪感とか負い目を感じて、ちょっとごめんなさいしたいですみたいなことを本人にちゃんと伝えたんですよね。そしたらその方は、ああ、それ知ってますよ、分かってますよみたいな感じで、でも、はっきり言って、全く気にしてないですよって言ってくれたんですよね。で、やっぱその自分もこうやって YouTuber 活動してるっていうことは、半分タレントみたいなもんだから、その、ね、ブサイクだの、デブだの、ハゲだの、ああだこうだって言われるっていうことが、ついて回るもんだし、あなたみたいな人が出てくるっていうのも想定してやってるから、別にあなたのやったことは想定の範囲内、許容範囲内ですよみたいなこと言われて、あ、本当ですかって、そう言ってくれるのはすごい嬉しいですみたいなこと言って、で、はっきり言ってね、僕と考え方が似てんなって思ったんですよね。やっぱそういうもんだよねって俺は思うんだけど、でもそればっかりはさ、いくらなんでもさ、自分がそうだからといって、その物申した相手がそういうふうに考えているか思っているかっていうのを決めつけてやるのも違うよね。そういう言われるのが嫌な人もいるわけじゃないですか。だからそこがね、難しい問題で、僕もだから、もっと言うとね、ちょっと話変わるかもしれないけど、木村花さんってさ、やっぱああいうね、ちょっと強気でね、ぐいぐい行く感じの女性で、憎まれ、嫌われるようなパフォーマンスしていたわけじゃないですか。で、ああやってね、アンチがついて回るっていうのは、必然だったと思うんですよね。ただそのね、度合いの問題になるよね。とか、だから、僕もそのね、この YouTube やってて、顔が不細工だとか、歯が汚いとかね、そういうことを言われるっていうのは、俺たちも言ってるじゃんって話なわけですよ。それがね、駅前でラーメン屋できたらね、ラーメン屋まずかったよとか、ちょっとツイートでね、言っちゃったりとか、友達同士で言っちゃったりとか、みんながいいっていうね、映画見に行ったら、ね、全然面白くなかった、プペルつまんなくねえかとか、西野って結局ね、かっこつけてるだけで、そんな中身大したことないんじゃねえとか、ね、水曜日のダウンタウン見てね、クロちゃん、キモいよね、何あれとか、ね、やっぱ僕らもその日常生活とか、それがオフライン、オンライン、どっかしらで言ってるわけですよね。だから
僕らがこうやってね、YouTuber として前に出て、言われちゃうのは、まあ、お互い様だよね。ただ、そこでさ、すごいさ、これはないよねっていうさ、それも度合いの問題でね、その LINE っていうのは非常に漠然としたもんで難しいと思うんだけど、まあ、でも分かるでしょって思うんだよね。だから、ってことで、まあ、僕はその人に対して、まあ、どうこう言ってなかったから、まあ、その人もそう言ってくれたんだと思うんですよね。まあ、そういうことがあったってことで。で、まあ、その人とは2、30分話して、非常にいい対応してくれて、なんか肩の荷がすっと楽になりました。でね、その人とかね、誤解されるタイプだなって思いました。打算的じゃないのに、なんか打算的だなって思われてる部分があるなと思いました。意外となんかピュアで素直な方で、そんな打算的じゃないのに、なんか、まあ、オンライン上の評判ではなんかもっと悪い、実際その、まあ、電話で話しただけでこの人はこういう人だって、まあね、決定するのも違うと思うんだけどって僕は思ったんですよね。だから本当に正直で純粋で、まあ、その人なんかもう心広いわけじゃないですか。ね、まあ気を使ってそう言ってくれた部分もあるかもしれないけど、でもまあそう言ってくれるだけでもまあありがたいわけですよ、僕は。大人じゃないですか、その人もね。だからなんかね、その人をいじるとか、なんか僕は考察してああだこうだって、まあ超ネガティブなニュアンスも含めて言うっていうのは、まあ僕はその動画でそれをやるっていうのはありだと思ってるんですけど、でもやっぱそのね、そのさじ加減といいますか、度合いの問題だよね。だから俺らはさ、なんだかんだでワイドショーとかさ、ああいうの好きでしょ、渡部が復帰してとかさ。木下ゆきながね、タピオカ屋にね、何やったのとかさ、ね、宮迫のね、焼肉屋、あれどうなってんの、あれもうダメじゃねえのとみんな言ってんじゃんとか、なんかもうゴシップ大好きじゃないですか。だからね、僕らが、まあ、小さい世界かもしれないけど、ゴシップのネタにされるっていうのはまあ、しょうがないよねって思うんだよね。その覚悟、だからその方の、だからスタンス、ポリシーっていうのは、すごいなんか、正しいって感じました。まあ、気持ちいい人でしたね。で、まあ僕も僕でね、なんかそうなってしまうぐらいだったら、じゃあそうやってね、イチャモンつけるような発言すんなよってまあ思われるかもしんないけど、まあ確かにそうなんですよね。まあこれはまあちょいちょい言ってるんだけど、まあザコ師匠とか神奈月とか木梨憲武みたいに、なんか自発的にさ、なんかコメディタッチでね、一人称でなんかやるパフォーマンスで人を笑わせることが僕にできれば、そういうことしたいんだけど、なかなかそれがね、僕はできなくて、やっぱ論文の淳とか石橋貴明、昔のね、ああいうなんか笑いの取り方を学生時代からずっとしてきたし、なんかいじり芸がやっぱ好きで、なんか向いて得意で楽しいんだよね。だからそこもね、なんか僕のなんかカルマっていうか宿命なのかなって思うんですよね。やっぱ笑いの取り方っていうのはね、そのいろいろあるわけで、まあ、僕がね、ずっとやってきたことっていうのは、まあそれだから、だからといってね、人を迷惑かけてもいいかって言ったら、まあ別問題で、ってことで、まあ、いろいろね、試行錯誤しながら、ちょっと活動していきたいなと思っております。どうもありがとうございました。